私たち学芸員ならぬ学芸人の葛飾太めよろめでございます。昨年度に放送した WATV に引き続き、なんと今年度もこのシティプロモーションの番組を私たちが担当することになりました。ありがとうございます。今回も私たちが実際に見て聞いて体験した隅田の魅力を皆さんにお届けしちゃいます。葛飾太めよろめの好き隅田、始まり始まり。この番組は隅田の魅力を発信するシティプロモーションバラエティ番組。僭越ながら伝統と文化が息づく街墨田区の魅力をたっぷりとご紹介しちゃいます。あなたの好きな墨田が見つかる、墨田がもっと好きになる、墨田の魅力を体感してくださいませ。というわけで今年度も葛飾太めギョロメの2人がお送りする隅田シティプロモーション番組。今回は昨年開設された隅田の魅力発信サイト月隅との連携企画。月隅は区のイベント情報や街の話題などタイムリーな情報を映像や写真、文書などさまざまな形で発信しているほか、みんなに伝えたいと思った情報を誰でも投稿できる自由投稿掲示板もサイト内に設置されています。隅田の情報を探せて自ら発信もできちゃうサイトなんです。番組と月隅の連携、今回はどんな番組になるのでしょうか。なんか聞いてる？え、聞いてないの太めちゃん。聞いてない。私も聞いてません。え、監督どうしたらいいでしょう。監督、何か来ました。フロム K って書いてある。なんか赤い何かを思い出す気がする。思い出しちゃダメよ。K を名乗る何者からか突然届いた DVD メッセージ。赤い何かを警戒しながらも早速見てみることに。何やらよくありがちな物々しい雰囲気。果たしてこのラスボス感漂う中登場する謎の人物 K とは一体誰なのか。ちょっと待ってください、この方ってもしかして。葛飾太めさん、ギョロメさん、こんにちは。墨田区長の山本徹です。なんと謎の人物 K は山本区長でした。 K って区長の K だったの？早速ですが、墨田の魅力発信サイト月隅では、墨田区を大きく5つのエリアに分けています。東橋押上エリア、金ヶ淵向こう島エリア、八広京島エリア、錦糸町エリア、両国エリアです。そこで今回はですね、初回ということで区役所もあります東橋押上エリアの魅力を探していただき、月隅内の自由投稿掲示板に投稿してもらいたいんです。お二人のご活躍期待していますよ。はあ、この K って、はい、区長の K だったの？山本区長直々に指令を受けてしまいました。まあ、なんと。今回のミッションは東橋押上エリアの魅力を探し出し、月隅内の自由投稿掲示板に投稿すること。頑張んなきゃ。山本区長が言ってたやつって、はいはい、インスタ映えってことよね。また。あ、痛い。何？月隅映えを、月隅映えを目指して頑張りたいと思います。あ、わかりました。区長が言ってた自由投稿掲示板って何？例えば、あのこのお店のこんなメニューが美味しいよとか、こんなイベントをするから参加者募集中ですとか、隅田の魅力的な景色、グルメ、あとイベントの告知、さらに NPO もしくはサークル活動の会員募集なんかを誰でも自由に投稿できるページってことらしいんですよ。というわけで初心者必見、自由投稿掲示板の使い方教えちゃいます。まずは投稿するボタンを押します。投稿利用規約を読む。禁止事項や投稿する際の注意など重要なことも書いてあるので、しっかり目を通しましょう。読んだら同意して投稿画面に進むボタンを押してください。公開・非
公開に注意。入力する内容には公開されるものと公開されない非公開のものがあります。質問項目の後に公開と書かれている項目は投稿したページに掲載され、利用者の方全員に情報が公開されます。それに対して質問項目の後に非公開と書かれている項目はページには掲載されず、墨田区のみが確認できる項目です。必須入力項目に入力。入力項目には必ず入力が必要な必須入力項目と、入力してもしなくてもいい任意入力項目があります。必須入力項目は入力フォームの上に入力必須と書いてあり、公開項目で5つ、非公開項目で6つあります。最低限こちらには入力しないと投稿できません。任意入力項目に入力。こちらには画像の貼り付け、イベントなどの開催日時、開催場所、撮影場所などの地図、住所情報、参加対象、募集対象や定員、料金、関連リンク、ファイル、YouTube の動画掲載用 URL、そして問い合わせ先の16項目があります。確認画面に進むを押す。入力した内容を確認して問題がなければ、投稿するボタンを押せば投稿完了です。皆さんもぜひ投稿してみてくださいね。さあ、投稿の仕方も分かったところで、早速東橋押上エリアの魅力を探しに行ってみよう。おー、やっぱり好きすみ映えって言ったら食べ物じゃない？あ、いいね。しかも美味しいだけじゃなくて、うんうん、見た目も美しいっていうのがやっぱりこう映える条件だと思うのよ。いい、何かないかな、そうですね、ないかな。ね、はいはい、気になる気になる。何これ、これかわいいチョコレート屋さん。綺麗、なんだかおしゃれな、映える感じがしますよ。これはするするする。スキスミ映えを求めて2人が最初に見つけたのは、清澄通り沿いに店を構えるチョコレート専門店、ショコラティエ川地。おしゃれ。あ、もうなんかお店の中も和だし、このチョコの柄ももう和テイストじゃないですか。本当ですね。なんかこれ全部食べれるんですよね。食べてもなんですよね。ショコラティエ川地のチョコレートは一つ一つに日本の伝統文様があしらわれていて、見た目がとっても華やかなのが特徴です。ちなみにこの中だと一番人気はどれになるんですか？一番人気はですね、こちらの扇の形をした甘酒、甘麹。甘酒、はい、生チョコレートの中に甘酒が入ってる。あ、練り込んであるんだ。え、いいですか、いただいて。じゃあ、せーの、乾杯。いただきます。うん、おいしい、うん、あ、日本酒の香りがする。うん、うん、すっごいでも上品な味がする。うん、チョコレートと、甘麹のマリアージュ。甘麹でしたっけ。甘麹さん。見た目も映えるのに味もおしゃれだったわ。すごい。いいね、これ早速みんなに広めたいね。広めなくちゃ。好きすみ映え。そうよ、これよ、まさに。というわけで、早速ショコラティエ川地さんに自由投稿掲示板への投稿を交渉してみると。いいですか、写真撮ったりあげたり。いいですか、はい、じゃあ早速好きすみ映え、やっちゃいましょう。どこだか。あずま橋押上エリア投稿一発目は、見た目も味も好きすみ映え間違いなしのチョコレート専門店、ショコラティエ川地。ぜひご覧あれ。さてさて、次は、うん、何がいいかな。そうだね、次なんかやっぱりこう、うんうん、おしゃれな感じの小物とかいいんじゃない。あ、小物、入るもの、入るもの。おしゃれな感じがめっちゃする。本当だね。何これ、かわいい。あっち？あっち？なんか書いてある。何？リューター体験。ほう。これなんかさ、月隅田映えするんじゃないの、やってるところ。月隅映えね、うん。続いて見つけたのは、小さな博物館にも認定されている小さなガラスの本の博物館。
表にリューター体験ってありましたよね。 はい、あれって何なんですか。はい、あのガラスの販売を普通にしてもいるんですが、はい、この職人さんの手作りのガラスをもっといろんな人に知ってもらえたらいいなということで、このガラスの表面にペンと同じような機械でイラストとか文字を好きなデザインで彫れるよっていう体験をやっております。誰でもできますか。誰でもできます。不器用でも大丈夫です。間があったけ。というわけで月住映えしそうなリューター体験に挑戦。2人とも上手にできるのでしょうか。体験するグラスを選んでみました。はい、私はこの一点物って言われてるこの色付きの桜の花びらみたいなガラスのグラスを選びました。一般的なオーソドックスなロックグラスにしました。うんうん、柄がいっぱいこう見えやすくて書きがいがありそうですね。まずはいきなり彫るのは怖いと思うので、はい、下書きをします、はいはい、でこのサインペンで、直接ガラスに下書きを書きます。で、はい、間違えちゃったやり直したいという場合はウェットティッシュで拭けばすぐ消えるので、はい、簡単にやり直しできます。さよなら。ダメだな、人だけだとなんだかわからないな。そう、葛飾太めって入れたいんだよね。ね、思った通りのができたでしょうか。どうぞ。私はね、もう思った通りよ。いかがでしょう、私たちのこの出来栄えは。いや、もうすごい欲しいです。そんなまたまた嬉しい。交換してもらってもいいですか。2人とも個性あふれるデザインが完成したところで月住への投稿を交渉してみると。写真を投稿してもいいでしょうか。ありがとうございます。ぜひぜひ。ありがとうございました。世界に一つ自分だけのオリジナルデザインのガラスが作れる小さなガラスの本の博物館、ぜひご覧あれ。だいぶ投稿できたね。ねえ、待って待って、食べ物を体験したらあと何がいいかね。そうね、やっぱりいい景色とか私たちがこう綺麗に撮れるようなフォトスポットなんかいいんじゃないのかな。ね、あねほら東京スカイツリーとさ、本当だー、一緒に写ったりとかさ。いいね、いいね、こう、こういう感じでさ、ね、撮れたらいいよね、みたいな感じだね。乗ってないかな。なんか、お、あんだれ、なんか遊んでるのがある。滑り台ですか。何、遊具かな。いや、なんだべな、だべな。お、お、ちょ、ヨロさん、ヨロさん見てこれ。あら、これと一緒に映れるぜ。本当だ。大横川親水公園で見つけたのはリフレクトスケープ。不思議な東京スカイツリーと記念撮影ができるビューポイントとして設置されたアート作品。いや、これで写真撮ろうよ。これが月住映えだ。そう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 、いきますよ。はい、はい、チーズ。ちょっぴり変わった東京スカイツリーとの記念撮影ができるリフレクトスケープ、ぜひご覧あれ。というわけで、吾妻橋押上エリアの魅力的なスポットを月住に投稿してきた2人。果たして山本区長は2人の投稿に満足してくれるのでしょうか。大変素晴らしい投稿でした。これからもこの調子でよろしくお願いします。やったね、乙女ちゃん、よかった。というわけで、これから2人で頑張って番組と月住の自由投稿ページを使って住田の魅力を発信していきますので、応援よろしくお願いします。あなたの好きな住田が見つかる、私の住田がもっと好きになる、好き住田。次回もお楽しみに。バイちゃーん。